スナです。違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、10月12日ヤクルトスワローズ対阪神タイガース、1戦目、7対1で勝利しました。いやー嬉しいですね。まあね、野球見れるっていうね、ちょっと試合なかったんで、野球見れるっていうだけでも嬉しいんですけどもね、CS 第1戦目取りましたよ。アドバンテージでね、1勝あるんで、これで2勝目ということで、あと2勝、サンタでいけそうですよね、もうこうなったら。いやー、初戦ほんま大事やなーと思ってたんで、今日取れたのでかいなーと思います。ピッチャーのライアン・小川投手、ホットエースのピッチング、マジでありがとうございます。そしてですよ、僕心配してたことがあったんです。シーズンのね、後半、外国人助っ人選手、オスナ選手、サンタナ選手がね、めちゃくちゃ調子良かったんで、このね、試合やってない間、なんかねまた変わって調子を落としてたら嫌だなって、変な雰囲気になっちゃうなと思ってたら CS 入っても絶好調ということで、オスナ選手が初回にねスリーラン打ってくれて、サンタナ選手もホームラン打って、いやーそのままの勢いっていうね、言うのが安心しました。まあね、試合のキーポイントはね、阪神タイガースさんのファンからしたら、あの2回のあの判定じゃないかって言われるかもしれないんですけど、僕の中のキーポイントはですね、あの判定の後の回にね、ちゃんと追加点を挙げた山崎選手のあのバッティング、あれがねでかかったなと。あのね回を抑えられてたら、またねちょっと接戦になってたかもしれない、向こうがちょっとね嫌な雰囲気落ち込んでる時に、もう一点を確実に入れられたっていうのがすごいなと思います。山崎選手ね、守備でもナイス返球してくれましたしね、すごい活躍、今日の影の MVP って言ってもいいんじゃないでしょうか。明日も活躍期待しております。明日の先発はサイスニード投手ですね。連勝行きたいですよ。ピッチャーがね、藤浪投手なんですよね。それがどう出るか、藤浪投手の調子がね、どっちやろうっていうのがね、もうそれによってだいぶ違うと思うので、もう初回からね、ガンガン打ちまくって、早く下ろしてほしいなと思っております。明日、また全力応援、みんなでしましょう。いやー、久しぶりに野球部見れるだけで、楽しいですね。勝ったら余計楽しい。はい。このまま勝ち続けましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、山崎選手ナイス。